聖火町。聖火町は、京都府の南西端に位置する町。関西文化学術研究都市の地理的な中心であり、国立国会図書館関西館、ATR などがある。エビも、万願寺唐辛子、イチゴが特産。もともと、京田辺市、木津町、聖火町の関西文化学術研究都市三市町の合併で10万人の新市になる。 要住民投票する予定で、京田辺市長も賛成だったが、木津町、聖火町の、両町長の反対で合併ができなかった。西の京半な丘陵と東の木津川に挟まれ、南北に伸びる地帯である。京都府の南端を占め、東側は木津川市、北側は京田辺市、西側は生駒市、南側は奈良市に接しており、奈良県の県境に位置する町であり、 大阪府には接していないが、京田辺市、生駒市を介して、わずか2キロメートル先に、大阪府平方市、片野市駅がある。東側は、木津川沿いの農業地帯、南部と西部は、丘陵地にある、住宅地である。調整施行後初めて行った1955年10月1日の、国勢調査では9452人であった。 1960年10月1日の国勢調査では9372人とやや減少したが、以降は増え続ける。90年代には、関西文化学術研究都市として、また、大阪市や京都市、奈良市などへのベッドタウンとして、給料が宅地開発されてきたことから人口が流入し、1995年4月1日に22329人と2万人を超え、 2002年4月1日に3万1262人と3万人を超えた。また、平成17年実施国勢調査速報値によると、人口増加率は29.9%と全国の他の市町村を大きく引き離して1位である。平成17年度に3万4540人。特に1995年から2005年までの人口が急激に増加している。 平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.08%増の35,633人であり増減率は県下26市町村中3位36行政区域中4位1889年市政町村制の施行により現在の聖火町の区域に旧来からあった村が再編成されて相良郡駒 田村、高祖の村、稲田村、山田省村が置かれた。1931年、駒、田村、高祖の村、稲田村の三村が合併して川西村が成立した。戦後、昭和の大合併により、相良軍でも合併が検討された。1949年2月、京都富士地制度調査委員会によって出された、町村合併の試案によると、 相良郡の合併の組み合わせはいずれも新生中学校の域に基づいたものであった。相良郡北西部では聖火中学校の区域である川西村、山田正村、相良村の3村の合併が検討された。最終的に相良村は木津町との合併を決定し、川西村、山田総村の2村合併となったが、共に聖火中学校を運営している。 仲間の村々ということが強く意識され、1951年4月、聖火中学校の名を由来とする聖火村が誕生することとなった。聖火中学校の名称は、戦前の聖火高等小学校に由来している。聖火高等小学校の聖火は、1890年、明治23年10月30日に発布された、教育直後の国体の聖火、 日本の国の最も美しい美典という一節から取られたものである。詳細は、聖火町立聖火中学校を参照。1951年の合併の際に調整志向の希望があったが、合併が短事実のうちに進められたことにより、実現されなかった。その後も、風水害の復旧工事などもあり、調整志向は見送られたが、1953年に、 町村合併促進法が出され、聖火村は調整志向の機運をより高めた。1954年7月、新町村建設計画に基づく調整実施の基本方針が立てられることになり、翌1955年2月10日に、区長会で調整実施の計画が明確に出され、2月23日には村議会全会一致で可決、調整志向促進委員会が設けられ、 不快の議決を経て、4月1日に調整施行し、現在に至る。2012年7月10日に、京都府内で初めて、全小中学校にドライミストの発生装置を取り付けた。合計生徒数897人、2004年5月1日。合計生徒数2472人、2004年5月1日。京都聖火大学及び、 京都聖火学園中学校、高等学校は京都市左京区に所在し、聖火町とは無関係である。聖火町は2013年7月5日に、地方自治体としては初めて漫画作成ソフト、コミポを採用した女性姿の広報キャラクターを発表、同日から8月7日まで愛称を公募し、竹熊健太郎を座長とする聖火町キャラクター愛称検討会議による、 審議の結果、同年9月9日に、京町聖火と名付けたことを公表し、同時に、コミポで自由に利用できる 3D モデルデータを公開した。町ではこれを、広報誌やツイッターのほか、同年10月29日には、情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション、研究所の開発したデジタルサイネージで立体視できる、キャラクターに採用するなどの用をしている。 2014年7月5日から30日まで、京町聖火、誕生1周年を記念して、町役場では、公募作品の展示会を開催した。同年10月には、音楽ファイルを解析して 3DCG キャラクターを自動的に踊らせソフト、キャラミン、音符、音符用 3D モデルとその動画を公開、将来的には、町民が体を動かす健康イベントの企画にも、 つなげたい意向だという。2014年11月に全国からキャラクターとその運営者が集まって開催された萌えキャラ学会に出席して講演などを行ったが、その場に他のキャラクターに奮したコスプレイヤーもいたことから形成果についても、より情報発信力を増すために公式コスプレイヤーの公募を検討したいとしている。2015年11月27日から、 クラウドファンディングでボイスアイド化するための資金募集を行い、同年12月8日に目標金額に達したためボイスアイド化が決定。2016年6月10日にボイスアイド京待生化が発売された。声優は立花理香。用紙はおかっぱの黒髪に緑色の瞳と同系統の色で統一されたヘッドセット、袖なしのスーツ、アームウォーマー、 ブーツを着用した女性。これらの配色は、ヘッドセットやスーツの左胸にあしらわれた長章の色に合わせてあり、関西文化学術研究都市の最先端科学と、日本初期にも名の残る歴史を持つ街を表すものとして、過去現在、未来を行き来する未来からの使者を基本コンセプトとしてデザインされた。聖火町には ATR をはじめとする国際的な研究所も多く、また、 関西文化学術研究都市の中心地区という正確から国際的な交流を希望する住民も多い。将来的に外国人が数多く滞在する国際的文化学術研究都市交流を目指す動きについて展望する。クロスカルチュラルプロジェクト XCPXCP1 聖火グローバルネットワーク。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。